千葉から沖縄に行くようになった時に、それも心残りの一つで、千葉の、まあ、後輩をこうこっちに置いていってしまう、辛さのもと離れてしまう、友達とあまり遊べなくなる沖縄に行くとっていうのももちろん大きいんですけど、千葉の好きなラーメン屋に行けなくなっちゃうっていうのも一つ心残りがありましたそれぐらいあるわけですね、ね。その。ああ、なんで本当にこっち来たらもう昼飯絶対あっち行きたいんだけどなっていうラーメン屋さん何個かありますね。沖縄の行きつけも何軒行きかあつりけますが。ね。ジムの近くにトンチン亭っていういわゆる町中華の店があるんですね。そこが今はもうそこの中毒になってます。週に2回3回はそこに行ってます。ラーメンが美味しいんですか？でそこはそうですね、ラーメンと、野菜炒め定食とかそういったのもすごく麻婆豆腐とかも美味しいんですけど、そこの豚骨ラーメン、豚骨じゃないんですよ、豚骨ラーメンっていうのがあって、もう今流行りのこうつけ麺とかこう魚介だしのおしゃれなラーメンとかいろいろありますけど、町中華の結局そういうラーメンが大好きですね。あのとんち、ち近んくですてか？そうです、ジムから、歩いたら10分以内で本当にジムの一番近くのラーメン屋さんなんですけど、なんかもう行きつけになってしまって、沖縄に行った際はとんちんって言ってくださいって言いたいんですけど、多分みんな食べたら「ふーん」っていう感じの普通のラーメンだそうと思なんでうんすですけか。ど、みんなにとっては。ただ僕はもうなんかそのもう刷り込まれちゃって、とんちん亭のことをパッと思い出すと「ああ食べたい」で、空腹の時にとんちん亭を思い出すと、とんちん亭の口になってる、食べたいってなっちゃったり何をししまてすね。松根さんをそんなに引きつけるんでなすんか？ですかね、中華中毒なんですかね。なんかあるじゃないですか、このカレー好きな人ってこうカレーのことを思ったら、カレーも食いたい、もうカレーってそんなような感じですかね。ラーメンとあとは何をとんちん亭では食べるんですあ、か？でもとんちん亭は基本 A セットっていうのがあって、餃子、チャーハン、ラーメン、この3種の神器で850円みたいな、そういうのがあって、もうそれを食べるともう満腹になっちゃうんですけど、大概そういうのを頼んで、でさらにとんちん亭のいいところは持ち帰れるんですよ。なんで折り箱もらって、で餃子3つだけ持ち帰って、で夜子供たちにそれ食べさせてとか そんな感じで、そうですね、やってたりしますけど、大丈夫ですかね、こんな話。多分こう沖縄の生徒とか沖縄友達にバカにされますね、これ。またとんちん亭のこと言ってるよ、あいそうつ、みね、たいな。普段もよく言ってる。こんな取材、とんちん亭のこと言ってるよ、あいつ、みたいな。沖縄で僕、とんちん亭、とんちん亭言ってるんで